Hello, everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station.このゲーム、条件達成をかけた大きな試合になります。熱戦必至、注目の一戦です。e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。この時間は浦和レッズ対モンツァ、こちらをご覧いただきます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中、このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。まず前半見ていきましょう。浦和レッズ、すかさず入れてきます。秋元、浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。裏のスペースを狙う。ユンカーからのスルーパスは通りませんでした。富安、ディシュちゃん、松尾、流れを止めます。ショルツ、江坂へ、松尾から江坂、打つか、サイドへ、さあ一気にカウンター。サンチョ、左サイド上がっていきます。厳しくチェックします。スルーパスを出すと呼んでいた。裏を狙ってシュート、ポジション切り替え。サンチョが受ける。ベッケンバウアー、ここは読んでいました。ブラホビッチ、柔らかいパス。ブラホビッチからのパスは通りませんでした。ショルツ、仕掛けるか、勝負のシーン、シュート、スルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。ベッケンバウアー、富安へ。前半この時間帯、両チームともにまだゴールは生まれていません。裏へのスルーパス、いいボールだ。このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。モンツァとしては、わ、高さで勝負してくるんじゃないでしょうかね。頭できた、止めた。松尾から大きく前線フィード、対応します。ユンカー、小泉、浦和はショートカウンターが得意という情報、まあデータもあるんですが、どのあたりがポイントになりましょうか。やはり前線からの守備には注目ですよね、はい、高い位置で奪えると一気にチャンスになりますよね。なるほど、その戦術をうまく機能させるために求められることは何でしょう。そうですね、これは選手の運動量が必要ですよね。1試合ならまだいいんですけど、試合を重ねるとやはり選手の疲労もたまりますよね、はい、ターンオーバーとか選手交代とか監督のマネジメント能力が相当問われますよね。そうですよね。さあデパイ、旗が上がっています。オフサイドです。
前半30分を経過しています。さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。アラバ、ビシュチャ、デパイからのスルーパスをカットしました。ギンター、スピードアップしたいですよ。ここはミリンコビッチ・サビッチへ、どうするか、来たデパイ、一連の流れスルーパスを受けてからのシュートでした。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。浦和は相手カウンターをしのぎましたが、気をつけたい場面でしたね。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。デパイから左へ、サンチョへ、ミリンコビッチ・サビッチ、酒井、ここはカットします。秋元、これは合いません。マティアス・ギンター、大きくサイドチェンジ、こういった逆サイドへのフィードは相手を散らすのに非常に有効ですからね。展開としてはいいと思いますね。よく見えてますよね。シュート、いやダイレクトで合わせてきました。タイミング読んでしっかりボールの芯を捉えた強烈なシュートでしたね。モンツァ、今のカウンターは危なかったですよね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。裏へ届くか、マティアス・ギンターから右へ。ラストの切り替えも早いでしょ。さあヴラホヴィッチ、デパイへ。さあヴラホヴィッチ、ここ来ましたよ、抜けてくる、これは届くか、シュート、デパイ先制。前半のアディショナル、おっとこれは試合を止める笛のようです。45分間戦って1-0。さあまずは前半が終わりました。浦和としては攻守のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、終盤で一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思いますけどね。浦和レッズ対モンツァ、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半見ていきましょう。どうだこのシュート、こぼれたところを仕込む、来た、追いついた、見事なゴールで同点に追いつきます。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。いやポジショニングのセンスが素晴らしいですよね。セカンドボールを予測しておかないと実際に反応できないですからね。フィニッシュも冷静で見事なゴールでした。浦和、ここで追いつきました。浦和としてはよく追いつきましたよね、はい、この後一気に畳みかけたいところですけど、どうだシュート、いや勝ち越し、素晴らしいゴール、一瞬のチャンスをしっかりものにしました。いやボックス内で落ち着いて決めましたね。こういうディフェンスとの駆け引きは難しいと思うんですけど、パスのタイミング、受け方、シュート、どれも申し分ないですよね。このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。危ない、シュート、決まった、落ち着いた、いやこれは北澤さん、いやこの点決められた後相手の一瞬の隙を見逃さなかったですよね。うまく相手のマークを外してのシュートでした。そうですね、相手のディフェンスを見事に崩した感じですよね。やっぱり少しでもシュートコースが空くとしっかり決めてきますよね。こういう一瞬の隙を見逃さない正確なフィニッシュというのも素晴らしかったですよね。さあ浦和再び追いついています。失点した後なんですけどもね、よく気持ち切り、シュート、ゴールレッズ、
繰り返します。美しいカウンターからのフィニッシュでした。いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手がついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあ、浦和勝利に向けて一本抜け出しました。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。浦和ここでファウルをもらいます。浦和が交代の枠はまだ2つ残しています。ボールが迫る。これは旗が上がっています。モンツァは選手を変えるようです。マーティアス・ギンターから右サイド、岩尾、浦和ボール。スペースへ、江坂から小泉。ここでファウルがありました。差は2ゴールになりました。ただ今の得点いかん。シュート、キーパー止めた。押し込むか。西川止めた。これはよく止めました。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。キーパーいい反応でした。モンツァとしてはやっぱりこの高さは大きな武器ですよね。ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。柴田、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。浦和としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどね。点差は3点。試合が決まってしまうのか。素晴らしいスルーパスからのフィニッシュ。タイミング完璧でしたね。あそこに出てくるパスも素晴らしかったんですけど、受けてもよくスペースを見つけてうまく入り込みましたよね。ディフェンスとしてはやられたって感じがするでしょうね。さあ、浦和3点リード。いや、チームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。さあ、左サイドへ、関根へのボール。いい展開ですね。これを読んでいた。ミリンコビッチ・サビッチ。さあ、カウンタースピードを上げたいところ。ボールがつながる。ブラホビッチからサビッチ。ここはつながりません。カウンターですよ。スペースを狙う。抜けてくる。これ仕掛けるか。このパスはキーパーへ。秋元からのスルーパスでしたが追いつけませんでした。アラバ、
イブラヒモビッチ、ブラホビッチへのボール、関根このボールをカットします。さあカウンターのチャンスになります。裏を狙う、これは来た、インターセプト。アラバ、ここはファールです。注意に終わります。およそ30メートルというところです。キーパーセーブ、これはキーパーがいい反応でした。浦和としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。ネイマール、スルーパス、さあ抜けた、イブラヒモビッチからサビッチと呼んでいた。6 added minutes has been indicated。ネイマール、お、これいいですよ。どうだ、クロス、ヘディング、キーパー素晴らしい反応を見せました。秋元、柴田、秋元、スルーパスを狙う、これを読んでいた。ミリンコビッチ、サビッチ、主審時計を見ながら長いホイッスル。5対2、浦和プレッシャーのかかるゲームを見事制して突破を決めました。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか？浦和としてはなかなかプレッシャーのかかる試合だったと思うんですけどもね、その中でも勝てたっていうのは選手たちは今後の自信にもつながりますよね。いいゲームでしたね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。浦和が見事突破を決めたゲームです。With the father of a boy in the green backpack, kindly contact a nearby member of staff.